俺は痩せるぞ、決めた。なんで急に痩せようと思ったんですか？簡単。今日ね、なんかそのスタイリストさんの YouTube のチャンネルの撮影、いつもまあ仲良くしてる YouTube、 あのスタイリストさんの YouTube の撮影してきたんだけど、すげえかっこいい服を勧めてくれるのね。でかっこいい服を試着してる間に、かっこいい服を着るにはスタイリッシュでなきゃいけないのね。なんで赤く消したの？なんかおっぱいが映っちゃった。どうせ消されるんだったら消しちゃえばいいね。別になんか大した話してねえだろ。なんかね、あんなにとあるショップに赴いて、てかなんかその人多分俺のことすごくね好いてくれてて、面白がって、ヤカドさんに似合う服僕が紹介しますよみたいなところから、なんかあるショップでね、買い物したんだけど、やっぱそれがさ、もっと若い頃のシュッとしてた頃の俺だったら、いやマジでこれすげえかっこいい服なのになってずっと思ってたの。という理由で俺はダイエットすることに、みんなも一緒にしよう。で、運動って結構簡単に俺はできる環境にいるじゃん、みんなに比べて。俺働いてもないし、時間あるから、ジムも近くにあるから大丈夫なんだけど、食事のカロリーの計算がどうしてもできないから、多分なんかそういう詳しい女とかいるじゃん、これは何カロリーですよって。で、記すことによって、あ、これ食べない方がいいなっていうのが分かってくるじゃん。古川さんも言ってた、あのね、記録するのが一番いい。いや、俺糖質控えるとか、あ、もちろんまあするけど、なんちゅうの、全く食べないのとかは嫌なんだよね、気持ち悪いんだよな。ボディービルダーのさ、なんかそのなんていうの、そういう減量期みたいなことはしたくない。普通に楽しく、まあ運動と、まあ、楽しく痩せたい、なんか企画みたいなの。朝は、そのバランスよく食べて、やっぱ俺ビーガンじゃん、お前らみたいな動物をね、笑顔で殺してね、へいへいボンボンと暮らしてるようなクソ野郎どもに、やっぱガチャガチャ言われたくないじゃん、俺みたいなビーガンは。木の実を食べね、牛と会話する人間じゃん俺は。ただこれはタバコやめた時と同じノリで、俺配信でというか、そのそっち系絡ましたら俺何でもできるから、多分痩せれるんだけど、ちゃんとしっかり健康的に、てかもう健康診断でもちょっと痩せた方がいいねって言われた。あの肩の骨折した時とかに、俺の身長170、俺ね身長伸びてたわ、 176.5cm、平均体重66キロだったっけな、69キロだっけな、だからこれぐらいにした方がいいですよ、別にもう若くないんで。俺お医者さんに言われたら結構素直に聞く。 YouTube で実写でリングフィットアドベンチャーやったら金も稼げな。めちゃくちゃ良くない？金も稼げて、や、体重も減って、女にもモテて、さらにそのモテた女に金も使えて、無限じゃねえかよ。無料体数か？錬金術じゃん。ダーン。リングフィット面白いな。マジで。買ってみようかな、じゃあ。いやでも俺普通にさ、あのジムで運動するの好きだからさ、ジムで運動したいんだけど、やっぱそこでな、俺なんかダイエットまでして、金、ダイエットも金目当てでやりたくねえよ。ダイエットはダイエット目当てでやりたいよ。なんで俺そこで金稼ぎながらやんなきゃいけないの？仕事になっちゃうじゃん。やりたくねえよ。いるじゃん。